お、エナナいる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。エナナなんか話すから。なんて言うんだろう。はあ、学校なんてつまんない。いや、だったらやめたらいいんじゃないかな。ちょっと待って。簡単に言えることじゃないね、これ。ちょっとね、鼻声で申し訳ないんですけど、今回はちょっとね、昨日ね、もらった、ミクの日にもらったね、ものがあって、それが何なのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思って。プレゼントボックスあると何言ってんだ俺は。プレゼントボックスあるとって何。韓国人みたいになってるから。でね、こんな感じで39ミクっていうのかなっていう楽曲と、思いの準決勝っていうのと、スカイじゃないや世界ドレスミクなりきり衣装っていうのと、一番の問題児ネギ、これなんだよね。そう、ネギ39個も送られてきてんのよ。まあ、これが何なのかっていうのちょっとね、見ていこうかなと思います。このネギがね、Amazon とかでも俺注文してないのに39個も届いてんのよ、プロセカさんからね。まあみんなそうだと思うんだけど、これもし着払いとかだったらさ、普通に炎上してたんじゃないかな。あと28日でね、腐ってしまうということで、まあ今回受け取っていきたいんですけど、このネギが何だと思う、みんな。俺の予想していい、まず。ガチャが1本、ネギ1本で、10連いける。そんな甘くねえか。まあ、とりあえずね、受け取っていきたいと思います。あったねって何。ネギこの39、これがマジ何なのか気になるな。さすがにね、さすがにライブボーナスではないと思うんだよね。ライブボーナスだとね、まあ、違うと思うんだよね。 なんか違う気がするんだよね。ちょっと見ていこうか。まずはじゃあガチャの画面行こうかな。ガチャの画面行くと、あ、ガチャじゃないわ。ガチャじゃないんだったらなんだろうね。1本でエナなんて交換できるかな。なんだろう、ちょっと待って。一応見ていい？一応、ライブボーナス、一応見てみます。まあ、ないと思うけどね。アイテム使って、バレンタインチョコだったり、ホワイトマジャチョコ、ホワイトデーチョコ、唐揚げくんとかね、ハロウィンクッキーとかありますけど、まさかないよね。それはね、それはさすがにないと思うんだよね。だって、ネギ食べて、ライブボーナスが回復するわけないからね。そんな、いや、まあ、いや、まあ、くれてるだけ嬉しいんだけどさ、いや、ちょっと、39個、ライブボーナス、運営さん、本当にありがとうございます。予想が、当たってしまったんで、ちょっと、まあ、そうですね。ありがとうございました。良いお年を。新曲ニャンが公開されたしたしたされしたしたし したので、この動画の、説明欄に URL 貼っておくので、ぜひ聞いてね、聞いてね、聞け。お願いします。